はい、皆さんこんにちは、X ヨッシーです。いつもご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日はね、キノカフルーツラインっていうところをね、走ってですね、この前も、ちょっと、説明させていただいたと思うんですけどね、忍者250ある君とね、ちょっといよいよちょっと別れにならへんかったらあかんということになりまして、2年間忍者250Rね、乗りました、感想と、から、まあ、ファイナルワンはまだ別にね、ちょっとやりたいと思うんですけども、その話をね、ちょっとさせていただきたいなというふうに思います。忍者250Rね、もうちょっと乗っていた、年ですね。レタル250も、約2年弱だったかな。で、手放すことになっちゃったんですけども、これも同じような、感じになってちょっと残念なんです。まあ、おまけにまあ不都合がねありましたんで、それがまあ修理もかなりかかるということだったんで、まあ降りるということになっちゃったんですけど、まあそれはちょっと残念だなと思ってるんですね。でですね、まあ早速言っててもあれなんで、2年間乗ってみた感想をね言いましょう。まあ2年間乗ってみてまず整理してですね。まず良かったことね。良かったことっていうのは、川崎のフラッグシップシリーズの忍者250に一部ね、まあ年代古いといえですね、乗れたことね、まあ、これは良かったなというのを本当に思うんですよ。まあ、これがなかったらね、いろんなこと分からなかったと思うし、乗れてね、良かった。はい。まあ忍者250を乗れて所有できたということね、かなりね、自分のね、やっぱりなんていうかな、誇りといったらおこがましいけども、自慢といったらね、ちょっとおこがましいけども、よかったなというところの実感です。まずそれが一つですね。それと、忍者250Rは、まあ、速力は、これはね、間違いないですよ。で、空力の設計が良くて、かなりうまく、風を切って走る。で、馬力もまあそこそこあるということで、まあ、あんまり大きなこと言ったらダメなんですけどね、メーター読みね、160ぐらいに出るという、ね、そういう素晴らしい速度性能がありました。はい。で、また、旋回性能もね、大変良くて、頭がね、さっさとね、回っていくと。そういう強みもあると言いますか、そこはまあ SS のタイプの心情なんでしょうけども、そういうね、良さがありましたね。それと、三つ目はですね、なんといってもね、ジェットタービンのような音で走って駆け抜けていくっていうね、そういう忍者の方の魅力がありますね。ジェットタービンのような。これはおそらく今度乗っていくエストリアにはないようなところなんで、これもね、非常にね、考えたらね、残念なんですね。ジェットタービンのキーンというね、加速でね、していく。で、まあ、前のパネル周りの方も、若干豪華っていうか、メーターもついてれば、水温計もあって、タコメーターもあって、なかなかね、その気にさせるというか、ところがあると思うんですね。それはまあここもね、まあ、失うところがね、辛いなというようなところかもわかりますよ、ね。はい、よかったですね。まあだいたいそういうところでしょうか。で、そうそう、燃費も良かったですよ。燃費もね、リッター30ぐらい言ってましたんでね。それもね、もうちょっと悪いかなと思ってましたけど、コンスタントに30ぐらいは言ってましたんで、これも良かった。まあいいところだらけかなと思うんですけど。やっぱりね、この手放すっていうところへんの最大の、ここからまあちょっと残念ながら自分にとっては悪かったことなんですけども、まあしつこく言うとね、皆さんが嫌がられると思いますけどね、ともかくね、忍者シリーズ2018年度ぐらい版ぐらいまでかな、についてはね、かなりね、下からゴツ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 した人があるんですよ。今日もこれおとなしいところ乗ってるつもりなんですけどね、やっぱりゴツ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 って。この辺はやはり新型の SS タイプはうまくこなしてまして、その辺はね、やっぱり
残念なところだったかなと思いますね。で、まあ、トシス方にですね、前傾姿勢にも耐えれなくなったというようなところもあると思います。ですから、忍者の方もね、一番、最長で、距離ね、1日の距離に行った距離が360キロか、ぐらいの、和歌山県の奈良から稲見ってあるんですよ。そこに行った時が遅れ約380キロぐらいかな。もうちょっと少ないかもわかりません。360キロぐらいかな。まあそんなちょっとわかりましたけど、それぐらいの、病院も行かなかった。そこはもう、最長でした。で、前傾姿勢が疲れるし、積極的にね、あっちも行ってみよう、こっちも行ってみようよっていうようなところをね、やはりね、億劫になってきたんで、この辺がね、忍者と私をちょっと遠ざけた、主たるね、原因なのかな、とも思います。はい。ですけどね、まあ、忍者乗れてね、良かったと思いますよ。忍者乗れて、また他の車の良さもよくわかるようになって、そこはね、やはり最大のね、良かった点かなとも思います。やっぱり乗ってみて、いろんなの乗ってみてね、あ、ここはこういうところがいいんだな、あそこはこういうところが限界なんだな、というのが分かってね、バイクに全てを求めてはいけないということもよく実感しますし、このことね。そういうことで、なかなか、ね、勉強になったと思います。いい感じますね。ということで、今日は、2年間乗ってきた忍者の感想をね、まとめて申しました。昨日かフルーツラインからね、お届けさせていただきました。ここ曲がったらね、高野山の方に行くんですよ。でも高野山ね、今ね、ちょっと時間変わるしね、今日はね、もうやっぱりちょっと限界なんで、やめにいたします。この辺でね、ちょっとね、あれにしようかな。U ターンしようかな。はい。では皆さん、この辺で失礼させて、今回は失礼させていただきます。また皆さんとね、このチャンネルでお会いいたしましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。はい。今日はこの辺で失礼いたします。さて、今回いかがだったでしょうか？またね、皆さんとこのチャンネルでお会いいたしましょう。では皆さん、ごきげんよう。さようなら。